1972年ドイツ連邦議会選挙は、ドイツ連邦共和国の会員に該当する、ドイツ連邦議会の議員を選出するため、1972年11月に行われた選挙である。1969年に発足した、ブラント政権の下で行われた、総選挙である。69年の総選挙の結果、スピードは、CD、CSU に次ぐ、第二党であったが、 第三党で、中道政党の FDP との連立で、ブラント政権が発足した。しかし、CD、CSU との議席差は12議席、連邦議会の過半数をわずか6議席しか上回って、おらず、同政権が進めてきた、東方外交に反発した、与党議員が、野党 CD、CSU に倶えしたことで、連邦議会内の与野党勢力比が、野党優位になり、 CD、c シ u による建設的不信任が提案されるなど政権運営に支障が出るようになった。この状況を打開すべく議会を解散させるために信任動議を提出し野党の反対多数で否決されたことで議会を解散して行われた初めてのケースとなった。この選挙ではブラント首相が進める東方政策への賛否と同首相に対する信任が 大きな争点となった。選挙制度に関する詳細は、ドイツ連邦議会選挙制度を参照前述したように前回総選挙において、スピードは CD、CSU に次ぐ第2党であったが、この選挙において、戦後初めて連邦議会内での第1党の地位を確保し、第2次、ブラント内閣が発足した。スピード勝利の背景として、投票率の高さ、 選挙権年齢が18歳に引き下げられ、若年層の票を吸収することができたこと、そして、オーデルナイセセンを承認し、一つの民族、二つの国家のもと、東ドイツを承認して、緊張緩和への道筋をつけた、ブラント首相への個人的人気、などが挙げられる。ドイツにおける、連邦議会の解散権は、連邦大統領が有しており、解散権行使は、 新任同義が否決された時などに限定されているため、基本的に、連邦議会の議員は4年の任期を全うするのが、通常である。18歳から24歳までの若年総票のうち、スピードは54.6%を獲得し、他党に圧倒的優位をつけた。ありがとうございます。